い、続きましてはこちらです。5月10日締め切りの今月の、練習する講室ですね。 1、2年生の方やっていきます。先ほど昇級試験の方が来ましたけど、今回、こちらのですね、普通の方です。これ両方やんなきゃいけないので、昇級試験の方をより頑張ってほしいんですけど、こちらもあまり手抜きはしないようにしたいところですね。基本的なところだけは外さないようにしてください。やっぱね、こっちだけあまりにも手抜いてるとバレちゃいますので、ね、こちらもねやりますよ。朝深呼吸をあです。意外とひらがなあは苦手な子多いですけど、ここギューッと上がります。ドカンってやんない、ドカンっていうかね、このね、この気質ガンってやんないでください。ひらがななので、こう反るだけ、ギュッと反ってあげて、そこからこういう風に入ります。真ん中の中心線はどういう関係かって言ったら、こうですね、中心線から始まってお腹をちょっと出しときながらまた中心線に戻る。これは戻ってるから曲がってるように見えないんですよ。これ戻んないと傾いちゃうだけですから、こう来て戻んなかったらただこうでしょ。これだとこういう風に傾きますよね。これね、戻ってきてください。それから次、三角目の書き出し位置、このあたり、位置関係、これは覚えちゃいましょう。交わってて、このあたりからギュで直線です。ふにゃっとしないこと。直線でグッと持ってきて、だいたいここの高さを揃えるように狙っていきます。ギュッと。でそうするとね、ここのね隙間がしっかり出るんですよ。ギュッとして少し上がって、少しです、これ少しでいいので、いっぱい上がっちゃダメです。で回りながら、ほらできたでしょ、ここね、回りながらこう上がってって、こうです。はい、さですよ。さは一画目が長いです、さっていうのは。で真ん中を貫くようにちょっとしなります。これギュッと、真ん中を貫くのポイントですからね。結構ね、こうにいっちゃう子多いんですけど、真ん中確かに貫いてるんだけど、斜めにいっちゃうと字がねこっちに寄っちゃうんですよ、右側に。だから縦めなラインで少し持ってきた方がいいかな。でここ跳ねる時も横に跳ねること、こう来て下に跳ねると下に行っちゃうんです。これが横に跳ねる、跳ねる方向ってね大事です。次に行きたいっていう方向に行くだけですからね。こうやってつながるような感じでしょ。深呼吸し、うんっていうのは真ん中から入りますよ。真ん中から端まで行って半分ぐらい戻るんですけど、その時に少し道を変えるようなイメージ、同じところばっかりじゃなくて、この辺までは同じだけどね、こうやってちょっとずらしてきます。でこう、ここを大きく取ってあげることです。はい、こうはね両方ね下がりましょう。結構迷う子もいると思うんですよ。こうにやればいいのとか、多分まっすぐにやればいいのとか思うと思うんですけど、こうやってこんな感じで下がってくればいいです。両方とも下がってください。はい、木ですよ。上がって上がって、あんまり極端に2本目短くしすぎなくていいです。やや短いぐらいな感じで、これも真ん中を貫くのにちょっと短すぎると真ん中貫くの難しくなっちゃうので、こうに真ん中、はい通るよってこうに来て、またさっきの「さ」と一緒で横に跳ねるように、こう、こんな感じです。ね、ちっちゃい「ゆ」です。深呼吸なので「ゆ」なんですけど、あんまちっちゃすぎてもね、ゴミみたいになっちゃうので、4等分してしっかりここ幅取って、ここの長さで字の大きさが決まりますので、ここです。これをしっかり取っておいて、こうちょっと丸くするようなイメージで、次こちらに向かって広がるように、まん丸っていうよりはね、ちょっとこういう風に広がって、でここ止まって、今ここが高さが一緒、ここで上がります。でこうまっすぐ降りてきて、こっちね、ってことはこの線ってこ
この字の中で真ん中じゃないですよね。右に寄ってるんです。右寄りでいいんです。はい、うですよ。先ほどもちょっと言ったかな。うは縦長の字なので目いっぱい縦は使うけど横は目いっぱい使わないでください。こういう状態でいいです。でそうするとね、あと比べるとうってやっぱりなんとなく小さいというか圧迫感がないように見えますよね。縦長だからです、それってね。そう、おです。難しい方のおです。ギュッと、ここをギュッとさせること。ギュッと左に思い切って持ってってストン、血みたいにならないことで、こういうふうにお尻出してを短めにします。スッとね、するとひらがなです。こう長くして、これもほら右寄りですよね。こう真ん中の線この辺だとしたら、でおとかと一緒で、ここ、こういう風にちょっとだけ内側に入るとこれやりやすいんですよ。で吸って、ここ同じ道通らないんですかって言われるんですけど、厳密に言うとこれはそっくり同じじゃなくていいんです。学校で習うのは多分こう来てこう来てこう書いて同じ道でストンってこうやって行くの、これを多分習うんだと思うんですけど、あの元っていうのはこの感じがこれに変わるんですね。ってなるとこれがこう結ばれたこういう状態なんですよ。本来はこんなに離れてるものなので、少しあのずれても構わないぐらいに思っておいてくださいね。そうそう、で学校で習うもの と、実は書道とかそういう歴史上から見た感じ の、 あのものっていうのは少し違いがあることもあるっていうのも頭に入れておいてくださいね。そうそう、あ、そうそう、令和なんて出ましたけどね、あの令も本来 の、 その歴史的なところから言うと若干違ってる部分もあったりするんですよ。そういう話とかもあのゆくゆくはちょっとしたいですね。はい、るっていうのはここキュッと持ってきて、三角形、ここ、こういう風に広げて持ってきます。でここの部分ですけど、まん丸にしないことで、あまり大きくしすぎないことです。とです。手ともね、これあんまりこっちを長くしすぎないようにしましょう ね、 元気が湧く、こうきて、この先からこういう感じで、イメージですけどね、こういう風に遠くへ行こうと、こっちまでしっかり来てあげて、右寄りなんです。こうです。ひらがなってこういう空間をしっかり取ると大きく見えるんですよ。こうね、そう。だからなんか大きく書けない、書くのが難しいっていうのは、そういう子はね、あのここの部分の空間の取り方がこうになるとやっぱりほら狭いじゃないですか。ここ狭いしね、これがもっとこっちにこっちに行ってあげれば、これがこういう風にずれたでしょう。そういうところですね。あとちょっとしたとこなんですけど、はい、運がまた来ます。はい、キーです。初めて漢字が出てきました。漢字ははい、起筆をしっかり入れます。で3本来ますけど、1本目短くていいんですけど上がる、次もあんまり短すぎずに上がってください。ここも上がってね。でここ、1,2,3,4 画目左、ここしっかりこちら左から持ってくることで、右はね同じように出さないんですよ。なぜかっていうと、ここまで書くと多分わかると思います。こういう風にマスの、ここマスのねギリギリのとこですけど、ここまで来といて、こういう風に跳ねます。こういう風にここに隙間ができるように、だからこう来て、こうじゃないね、こうなるとさ、ほらこう潰れちゃうでしょ。こう潰さないようにこういう動きで跳ねます。でライン、このラインで持ってきたいんですよ。こういう風に持ってくるの
ね、わかりますか？三角形を作りたいんです。こういう形で持ってこれるとかっこよく見えます。ってことで 1,2,3 ってちょっとこういう差をねつけました。ここに差をつけることと、こちら側は最後のこれが大事ですね。一番出てあげるべきところ、そこから目みたいなの、ここ上からしっかりギュッと持ってきて、で最後ちょっと跳ね上げるぐらいな感じで、ここからギューッと、これを描くときも少しこう反ってますね。こう来てこういう風に反って、かなりこれを横に引くようなイメージですね。こっからこうやってやるとちょっとあんまかっこよくないんですよ。こっちの方がいいです。こういう風にそうが、はい、これね半分から出ない枠、少しお腹を突き出すような感じで反り気味にすると描きやすいですかね。で下からギュッと上がって下がって横へ行くようなイメージがいいですね。あんまりこうまん丸にこう膨らますっていうよりは横にスッと行くといいです。和の元になってるのはこのね、令和でも出ましたこの和ですね。これ書き順がね 1,2,3,4,5 って書くんですけど、のぎ辺本崩れた時にはこれがねこういう風になって、こういう風になって、これドンドンってなるとこっからこう来てる、これが和の元になってますこうね。はい、ちょっと余談がありましたけど、小学2年にしましょうか。小2です。はい、こちらですね、元気の木、木頑張りましょう。で、まあ大きく書くっていうところです、 1,2 年生はね。で、うみたいなものはこう形崩れないようにね横を開けましょう。はい、それでは頑張りましょう。